皆さんこんにちは、まなみです。今回は10月4日に発売された B アイドルの新作コスメをレビューしていこうと思います。今回ご紹介するのはほとんど限定の商品で、マスカラ2本だけが定番の商品なんですけれども、公式サイトを見てみたらアイシャドウ1つ在庫切れになっていたんですよ。今私が見たところ Amazon だと全て在庫があったので、概要欄の方にリンクを貼っておくんですけれども、もし気になる商品がある方は早めにチェックしていただければと思います。あとですね、私毛穴が開いている肌でニキビもあるんですけれども、アップでお見せした時にそこが見えてしまうと思うので、ご覧の際はご注意ください。はい、それでは早速ご覧ください、どうぞ。はい、それではまずはアイシャドウからご紹介していきます。ザ・アイパレ、左側が102番の愛嬌のピンクブラウンで、右側が103番釘付けのブラウンレッドです。こちら102番なんですけど、定番の方がですねカラー3色プラスハイライトの4色パレットなんですが、今回はハイライトがバームタイプになっているそうです。吉田あかりさんが使い方を YouTube にアップされていたので、そちらを真似して使っていきたいと思います。でブラシなんですが、 B アイドルのブラシを持っていないので、こちらの6プラスのブラシを使っていこうと思います。7本セットのものを購入したんですけど、安くて結構柔らかいですし使いやすくて、最近アイシャドウこれで塗ったりしています。まずはこちら102番です。腕にのせてみました。こちらマットとラメはかなりサラサラしているテクスチャー でこちらはバームなので少しペタッとしています。でちょっとピンクがかったようなブラウンと濃いブラウンで、ラメはゴールドラメです。でこのバームなんですけど、動画だとピンク色に見えてるのかなと思うんですが、実際見てみると本当にわずかにピンクがかってる感じです。想像していたよりは薄くて透明な感じです。それではまずはこちらの左上のカラーをまぶた全体に塗っていきます。ピンクブラウンのカラーなんですけど、ベースカラーなので主張しすぎないですし、なんですけどしっかりピンクっぽさはあるので、この1色で女性らしさが出るベースだと思います。次にラメを塗ってらっしゃったんですけど、指で塗ると密着するそうなので指に取って塗っていきます。ラメの粒子がかなり細かいので、ギラつきすぎない控えめなラメですね。でゴールドラメなので肌なじみも良くて、ここまでは結構シンプルなアイメイクっていう感じです。で締め色にこちらの右上のカラーを使ってらっしゃったんですけど、これがちょっとメインのカラーですよね。少し太めのブラシにとって塗っていきます。アイテープをしていて、まぶたの脂肪が多いのでまつげにかぶさってしまうんですよ。ここら辺はカラーが見えなくなるので透明に塗っておきます。もう一度取ってこの下の目尻の方に入れていきます。この下に入れることによってカラー感が結構目立つので、秋っぽさが一気に出てきました。でこのバームなんですけれども、二重のところに塗ってしまうとちょっとよれたりするみたいなので、上にポンポンと置くのがコツだそうです。ここですね、こんな感じでちょっとツヤが足されたのかなっていう感じです。動画で伝わるかわからないんですけど、ほんのわずかにピンクっぽいので若干ピンク味赤みが足されています。今日ツヤタイプの BB クリームを使っているっていうの と私結構こういうところ光りやすいのであまりわからないかもしれないんですけど、少しだけツヤ感が増しています。あとこのバームはこう耳たぶにつけてちょっと赤くしてほてった感じにしたり、チークにも使えるそうなんですけど、私もともと肌が赤いんですよ。なのでこれを塗ってでもそこまで変わらないかもっていうのはあるんですけど、多分お肌が白い方とかだとほんのりピンク感が出るんじゃないかなと思います。ちょっと私はバームとかを使うとこう毛穴が開いていて皮脂が出てきてしまうので、やるとすればこの二重の線と眉毛の間にちょちょっと塗るくらいかなと思います。はい、ということで102番の目元は完成しました。はい、ということで次は103番釘付けのブラウンレッドを使っていきたいと思います。はい、腕に塗ってみました。でこちらのブラウンカラーは先ほどよりピンク味が抑えられているブラウン でこちらのカラーはそこまで深すぎないレッドカラーです。あとはこちらホワイトゴールドラメで、まあこれバームなんですけどカラーは透明っていう感じです。今ここに102番も装置したんですけど、結構パレットで見た時にカラー似てるなと思ったんですけど、こうスウォッチしているところを比べてみると全然違うなと思いました。左上のカラーをまぶた全体に塗っていきます。
ちらはピンク味とかはない普通のブラウンですね。私黄身がありすぎるブラウンってちょっと似合わないかなと思っているんですけど、これは全然黄身が強すぎるっていう感じもないので使いやすいなと思います。でこのレッドカラーは指で塗った方がジュワッと感が出るそうなので指で塗っていきます。ちょっと今暗いかなと思って明るくしてみたんですけど、こんな感じです。で二重幅に塗ってみたんですけど、のせる量を調節したらそんなに赤が浮きすぎないのでかなり馴染みます。多分もっとのせたらカラーメイク感出ると思うんですけど、これぐらいだと全然普段使いできそうだなと思います。もう少しのせてカラー感を出してみたいと思います。これぐらいまで塗ると赤が目立ちますね。先ほど塗ったくらいの少量だったら全然普段使いできますし、この赤をたくさん塗るとお出かけの時とかにも使えるかなと思います。それではこの左下のラメをまぶた全体にのせていきます。ラメって結構のせるとカラーが薄まるんですよね。上品なラメを足したことで赤っぽさが抑えられました。そしたらこのバームを使っていきます。これも二重と眉毛の間にポンポンとのせるんですけれども、このツヤ感分かりますかね。ここら辺こんな感じでツヤっとしてくれます。ハイライトとしても使いたい方はこのバームを取ってこのちょっと光を入れたい部分にのせてもいいみたいです。あとはこのブラウンでちょっと締め色ここに引いてもいいみたいです。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。はい、それでは次はマスカラを塗っていきたいと思います。こちら101番の流し目グレージュです。お湯落ちタイプロング&セパレートで透明感で綺麗に映える引きつける目元にっていう風に書いてあります。私 B アイドルのマスカラを使うのが初めてなんですけど、ダマにならないですね。ダマにならずにセパレートして伸ばしてくれます。私マスカラってブラック派でちょっとブラウンだと目の印象が薄くなってしまうかなっていう気がしていたんですけれども、これはブラウンではないのでそんなに目元優しくなりすぎず、ブラックよりは柔らかい印象にしてくれるので、これからちょっとたくさん使っていこうかなと思います。こんな感じです。それでは反対は102番デカメチェリーを使っていきます。こちらお湯落ちでボリュームタイプのマスカラです。ほんのり甘さがアクセントな優しい目元にっていう風に書いてありました。塗っていきます。どうでしょう、ちょっとまつげ下がってきちゃったかな。ちょっと乾いたらもう一回ビューラーで上げてみたいと思います。ちょっと上げてみました。私このカラーすごく気に入ったんですけど、普段カラーマスカラをつけるとその何でしょう、まつげだけがすごい主張してしまって、なんか顔から浮いてしまうかなって感じることあるんですが、これはかなり馴染んでいます。吉田あかりさんが動画内でミルキーなカラーっておっしゃっていたんですけど、優しいレッドカラーっていう感じで本当に可愛いです。これは今までカラーマスカラ苦手かなって思っていた方にぜひ購入していただきたい商品です。レッドすぎないのがいいですね。こんな感じです。さっきちょっとカールが落ちてきたのでどうかなと思ったんですけど、ビューラーをすれば少し戻ったかなと思います。私先ほどもお伝えしたように二重テープで二重を作っているので脂肪がまつげにかぶさってしまうんですよ。なのでまつげがキープされづらいんですけれども、あと数時間つけてみてどれくらい下がってくるのかも見たいと思います。さっきはちょっと涙袋にラメを入れなかったんですけど、こんな感じで少し入れてあげるとそんな主張しすぎないラメな感じなので落ち着いた涙袋が作れます。次はこちらブラウンのマスカラなんですけど、こちら2本は定番の商品です。こちら04番の流し目ブラウンでお湯落ちでロング&セパレートタイプです。抜け感のある節目が美人な大人の目元にっていう風に書いてあります。パッケージはかなり似ているんですけど、こちら05番デカ目ブラウンでお湯落ちのボリュームタイプです。こなれて存在感のある印象的な目元にしてくれます。04番を塗っていきたいと思います。右側は05番のデカメブラウンを塗っていきます。こ
ちらが04番のロング&セパレートで、こちらが05番のボリュームタイプです。はい、こんな感じで色素が薄いまつげになりました。ちょっと今日まつげの調子あんまり良くないみたいですね。なんかカールがあんまりキープされないんですけど、もう一回こちらビューラーしたいと思います。こちらがロング&セパレートなんですけど、こんな感じでまつげを伸ばしてくれています。でこちらボリュームタイプなんですけど、そんなにすごく太くなるっていう感じではないですね。もしかしたら重ね付けしたらもっとボリュームが出るのかなと思うので、ちょっと重ねてみます。すごく太くなるわけではないので、自然なボリュームタイプだなと思います。ダマになりすぎたりまつげ同士が絡まったりっていうこともないので、使いやすいかなと思います。はい、最後はこちらのリップなんですけれども、ツヤプルリップ107番、愛されピンクです。私ツヤプルリップが結構好きで、他にも3色持っているんですけれども、こちらは保湿ケアティント処方で発色も長持ちと、あとしっかり保湿、綺麗に発色、ボリュームアップしてくれる商品です。こうカチカチさせて中を出すんですけど、一度繰り出すと元に戻らないのでそこは注意です。こんな感じのカラーで、これぐらいの方が近いかなと思います。でこちらグレープフルーツの香りなんですけど、ちょっとミントのような香りがします。と久しぶりに唇が荒れていないので、直に塗っていきたいと思います。ちょっとリップをアップでお見せしようと思います。グロスみたいに重ためでツヤの出るようなリップなので、口元に空間のできるようなマスクと一緒に使うのがいいかなと思います。やっぱり青みは感じるんですけれども、一度塗りとかそこまで重ねなければそんなにパキッと発色するわけではないので、結構ナチュラルに使えるかなと思います。唇ティッシュで押さえてみようと思います。ほんのわずかにピンク色がついたかなって感じですかね。ティント力はそこまで高くはないです。左から102番赤抜けレッド、104番脈ありピンク、09番無敵テラコッタ、107番愛されピンクの順番に塗っているんですが、結構やっぱり青みちょっと強めですよね。この104番の脈ありピンクは個人的には冬にはこちらを使いたいかなって思います。このリップ使っているとコメント欄でどのリップ使っていますかって質問いただくことが多いので、これは本当におすすめのリップです。はい、今回10月4日に出た新作を全てご紹介したんですけれども、私の個人的な好みとしてはこのアイシャドウパレット2つとこちらのマスカラ102番のデカメチェリーが本当に良かったです。どれか一つだけおすすめするのであればこれかなと思います。ちょっとカールキープ力はこれから見るんですけれども、色味が本当に可愛かったです。アイシャドウパレットも良かったんですけど、多分公式でも在庫が切れてるのこちらの102番の愛嬌ピンクブラウンなんですよ。こちらの方が使いやすいなとは思うんですけど、ただこの103番の釘付けのブラウンレッドもかなり可愛くて、このレッドカラーをそこまで濃くつけなければ、ここまで身だしなみに厳しくない会社だったり、あとは普段メイクにも使えるんじゃないかなと思います。これ本当にかなり気に入りました。はい、ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。